断コン岩。断コン岩。これね、なんかね、群馬なんだけどさ、榛名湖に登ってたんだな。で、榛名湖から、榛名神社。あっちの方に降りてくる。そうするとね、もう峠、榛名湖の峠、山の頂上から降りてる、そんな遠くない。1キロも行かないぐらいかね。突然ね、看板にね、断コン岩って書いてある。あれさ、税金投入されてんだろうな。看板ちゃんと作られてるもんね。断コン岩って説明も書いてあってさ。まあ、見る角度によって断コンに見えるんだろうね。なんかね、結構ね、旅してると、あれだよね、断コン祭りみたいなの多いよね、日本ってね。なんかもう、なんかこう、チンポみたいな、なんかすごい筒みたいなのちゃんとこう作って、なんか女性がこうまたがってやるお祭りとかね。ちょうど通りかかってないんだな。日本一周の旅をしてるときに、ちょうどそういうときに通りかかれんだけどね、ちょうど旅は適当にこう、いい加減にしてるもんだからね。まあ通りかかんない。まあ、だけどそういうね、群馬もね、断コン岩みたいなもの結構あって、あちこちに。で、大体なんかこうね、縄があって、なんかあれだろうね、昔はね、だから小宝って、なんだろう。まあ普通、今はほら、エッチだの、エロだの、みたいな言い方をするけど、昔はそうじゃないんだろうな。まあ馬が馬じゃねえや、牛が子供産むとか子供作って子供が生まれるとかっていうのはごく普通のことで、だからもう大家族がこうあれだよね、大きいあれでしょ、かやぶきの屋根に大家族がいると、まあ新婚さんは多分夜のエッチとかこうしてて、そういう声はなんか響き渡るよね。まあそんなことも別に自然の一つだったんじゃないかね。だから断コン岩がなんかエロとかそういうことじゃなくて、多分、豊作とかね。まあ、子供もやっぱり、なかなかできない、なかなか育たない、病死しちゃうとか。で、やっぱりなんかこう、天候によって、作物もなかなかできないとか。こういう、だから共通なんだろうね。うん。子宝に恵まれるとか、豊作とかっていうのはもう全然普通の出来事で、別にいやらしいわけじゃない。だから、旅してるとね、いろんなね、昔の古い、多分、茶屋とか、まあ、昔っていう、今で言うか、レストランかな。まあそういう食べ物屋さんとか、峠の茶屋みたいなところとか、宿場町とかいうところの、古いところの、なんか軒先とかに、何気にね、なんかね、この石があるんだよ。まあこれがなんか今で言う、まあこうエッチなさ、石なんだけど、まあ別にエッチじゃないんだな、きっとね。豊作とかそういうのを願って、なんか結構ある。まあこれはね、車で走ってると群馬旅、面白いよ。まあとりあえずね、断コン岩。面白い。あとあれだな、群馬はね、これはまだ行ってないんだけど、花毛石。花毛だよね。花毛石。地名なんだよ。花毛石ってあるのね。これね、調べると、なんかすごい結構でかい石で、なんかわかんない。こう、穴があったところに、まあ土が多分溜まり、草が生えたんだな。まあそれがだから、花毛に見えたんだろうね。だからその花毛石。すごいよね、地名にね、そんな、石、もう多分赤城山のふもとなんだから、ふもとというか、中腹ぐらいなんだろうから、まあ赤城山から飛んできて、ドンっていう石がボコンと置かれて、そこから草が生えて、花毛石。で、そのまま地名になっちゃったっていうね。ね、面白いね。